絵手紙リリチューブ。おうちにいながら YouTube 絵手紙教室。こんにちは、リリさんです。このチャンネルをあなたの一番近くにある絵手紙教室としてご利用いただけると嬉しいです。今回の YouTube 絵手紙教室のテーマは、輪郭線を引く時の筆のてっぺんを持つ理由についてです。今では様々なジャンルの絵手紙が存在し、普通の筆の持ち方や筆ペンを使う絵手紙などもあります。リリスタイル絵手紙では、その様々な手法の中でも、一見すると絵手紙のハードルを上げているようなてっぺん持ちを取り入れています。それにはちょっと信じがたい理由が実はあるからなのです。過去にも、なんで筆のてっぺんを持つの?という動画を配信していますが、リリスタイル絵手紙ではとても重要なことですので、より分かりやすく伝わるように再編集してお送りしたいと思います。聞き流すだけでてっぺん持ちの理由が分かる動画ですが、音声をオフにしてカーネーションの絵手紙のメイキングも楽しめますので、一つの動画で二度おいしい動画となっています。この動画では、筆のてっぺん持ちがあなたの絵手紙にどう影響し、何が変わるのかを詳しく解説していきます。自分らしい個性が開花した絵手紙を描くためにも、とても参考になるお話ですので、ぜひ最後までご覧くださいね。一般的に考えてみて、筆のてっぺんを持って輪郭線を引くなんて持ちにくそうだし、思い通りの線も引けなそうで、その持ち方には欠点はあっても利点はなさそうに感じるのではと思います。実のところ、私も絵手紙を始めた頃はてっぺんを持つ理由を知りませんでした。その後も、絵手紙とはそういうものなのだと何も疑わず続け、今ではてっぺん持ち歴22年になります。継続して実感したのは、この持ち方だからこそ私の個性が発揮できるのだということです。いきなり確信をついてしまいました。そうなのです。実はてっぺん持ちの最大の利点は、自分らしさを最大限に発揮できるという点にあります。筆のてっぺんを持って輪郭線を引くなんて、かえって本来備わっている自分の実力が発揮できなくなるのでは、そう思われた方も多いと思います。その疑問にお答えすべく、今から詳しく解説していきますね。てっぺん持ちが自分らしさを最大限に発揮できるなんて、にわかには信じがたいかもしれません。その理由をよりわかりやすくするために、筆跡の話を先にさせていただきますね。筆跡とは、筆跡と書くあの筆跡です。絵手紙にも筆跡はあるのでしょうか。まずは馴染みのある文字の筆跡についてお話ししていきます。刑事ドラマやミステリー小説、お宝を鑑定する番組でも、芸術作品が偽物か本物かを見分けるのに、筆跡鑑定という言葉が出てきたりします。筆跡は、文字というものを習い始めて習得した期間や、誰から習ったか、または直接習わずとも保護者や友達などあらゆる影響を受けながら
自身の筆跡の個性を育みます。成人する頃にはこれが私の字だと分かるくらい定着するのではないでしょうか。また最近では筆跡の特徴からその人の性格を読み解くことができるという筆跡診断というものもあります。書は人なりという言葉も耳にします。書かれた文字に書いた人の性格や人柄が現れるということです。そういえば真面目できちんとした人は少し角張った几帳面な字を書いていたり、落ち着きがなくせっかちな人が流れるような字を書いているのを見ることもあります。今までの話からも文字の筆跡には性格が現れます。文字とは点と線で構成されています。そして絵の輪郭線も同じく点と線で構成されています。ならば絵の輪郭線にも性格が現れるということです。ここまでのお話をまとめますと、絵手紙の輪郭線にも筆跡があり、そこにはあなたの個性や性格が現れるということでした。それが筆のてっぺん持ちとどのような関係があるのでしょうか。いよいよその真髄に迫っていきます。筆のてっぺんを持つという状態を通常の筆の持ち方の時と比べてみます。画面をご覧になれる方は図をご参照ください。当たり前ですが、筆の軸の上の方を持てばそれだけはがきの面からあなたの手は遠ざかります。その遠ざかった状態で筆を振り子のように揺らしてみましょう。穂先の軌跡は大きく弧を描くのではと思います。反対にもっと下の方、筆の穂のすぐ上5センチあたりのところを持って揺らしてみてください。先ほどと比べると随分と小さな弧で穂先が動くのではないでしょうか。このことは筆の軸を長く持つことで指先や腕の動きなどの細かな変化はより増幅して穂先に現れるということを証明しています。さあ、てっぺん持ちの核心、少し見えてきたのではないでしょうか。例えばペンでも良いのですが、普通に短く持ってまっすぐな線を引き続けていたとします。その時に何か物音がしてビクってなったとします。ビクってなったところの線は少し歪んでしまうのではと思います。次にペンのてっぺんを持って線を引いた時にビクってなった場合ですが、先ほどよりもかなり大きく歪むのではないでしょうか。このようにてっぺんを持つことで、あなたの今、その瞬間の感情をダイレクトに紙面に伝えることができます。私の場合ですが、イライラしている時の線と穏やかな時の線は全く別物です。例えばこれは実際にあった我が家での話ですが、その時、私は筆のてっぺんを持って線の練習をしていました。線の練習とは絵手紙を書く前に必ずやっているウォーミングアップのようなものです。筆のてっぺんを持ち、ゆっくりと落ち着いて最初は線を引いていました。その途中、ラーメンできたから早く食べんと伸びるよと主人に呼ばれました。
線の練習があともう少しで終わるところだったので、最後まで線の練習をしてから食べました。後から気がついたのですが、ラーメンと言われる前と後では明らかに線が違っていました。ラーメン伸びたら美味しくないからさっさと済ませて食べよう、そう感じつつ引いていたと思われる最後の30秒ぐらいの線はかなり雑で、本当に少々焦ってますって感じの線になっていました。この経験から私はてっぺん持ちってすっげーと、ある意味感動に近い衝撃を受けました。てっぺんを持つことで今の感情が本当にダイレクトに心から腕を通り指まで到達し、そこからは筆の長い軸を伝わり、穂先が捉え、そしてはがきの紙面に増幅されて舞い降りたんだと実感しました。これは鉛筆で、それも短く持っていたら、そう目に見えては線に変化を感じられなかったと思います。鉛筆やペンと筆の違いは、それらの表せる線質の量です。もちろん鉛筆やペンでもある程度強弱を感じたりできますが、筆ほどの多種多様さはありません。筆では細い太い、鋭い鈍い、速い遅い、強い弱い、にじみやかすれ、濃い薄いなど、さまざまな表現ができます。この表現豊かな筆をてっぺん持ちすることで、あなたが今この瞬間に感じたことがダイレクトにはがきに伝わり、筆の何本もの毛が捉え、多様な表現につながるのだと思います。その時の感情の細かな変化までも捉えて映し出すのです。そこに生まれ出す線は、その時の素直な偽りのないあなたらしさ全開の線に他なりません。あなたらしさ全開の線で輪郭線を引き、あなたが好きなように色をつけ、あなたがこれだと思う言葉を添えれば、そこに上手か下手かなんて言い出す隙もないくらい、あなたらしい個性があふれ出る最高の絵手紙になるに違いありません。あなたらしさ全開の線で輪郭線を引き、あなたが好きなように色をつけ、あなたがこれだと思う言葉を添えれば、そこに上手か下手かなんて言い出す隙もないくらい、あなたらしい個性があふれ出る最高の絵手紙になるに違いありません。できました。俺がうまいって思ってるのはお母さんの、まあそういうことで、あなたの中ではリリア味となっていますが、はいはい、お母さんの味です。ありがとうございます。では、ありがとうございました。絵手紙リリチューブ、いつも見てくれてありがとうございます。また絵手紙一緒に楽しみましょう。